サイバーセキュリティリスクについてまず教えていただけますでしょうか。二重三重で、脅しをかけていく、そういったものが最近の攻撃として目立ってきています。コロナ禍になってサイバー攻撃が増えたっていうことなんですね。全てのこうビジネスがオンラインになったことで、今までとはちょっと違った攻撃っていうのも確認できていますね。まあ、紙からデジタルに変わって不正であったりとか、まあ、リスクも高まってる、はい、ということなんですね。そうですね。リスクセンシティブな人材の育成、専門家と読み解くリスクの兆候のご視聴ありがとうございます。今回の司会を務めます PWC ビジネスアシュアランス合同会社の向山翔です。どうぞよろしくお願いいたします。PWC ではクラウド型の内部通報プラットフォームを筆頭に、さまざまなデジタルトラストサービスを提供しておりますが、これらのデジタルサービスは導入した終わりではなく、そこから運用していくことが最も重要となります。運用を進めていく際に重要となるのが社員それぞれのリスクに対する感度です。この動画シリーズでは、こんなリスクの兆候があった場合こんな大きな事故につながり得るというようなリスクに対する感覚をつかんでいただけたらと、毎回 PWC に所属するリスクの専門家をお呼びして、さまざまなリスクの特徴や兆候、最新の動向などをお伝えしております。サイバーセキュリティリスクの今回は PWC コンサルティング合同会社の上杉健二ディレクターにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。 PWC コンサルティング合同会社の上杉健二です。私はですね、15年以上サイバーセキュリティの業務に携わっておりまして、 PWC には2014年に入社しました。そこからサイバーセキュリティのコンサルタントとして約8年間活躍しております。よろしくお願いします。早速ですが、今回サイバーセキュリティリスク編というところで、サイバーセキュリティリスクについてまず教えていただけますでしょうか。サイバーセキュリティリスクは主に2つありまして、1つは、設定ミスであるとか、操作ミス、それによって情報が漏れてしまうようなこと、でもう1つはですね、外部からの、悪意ある人の攻撃によって情報が抜かれたり、システムが止まったりすることになります。そういったものが発生しますと、特に企業では、情報が漏洩してしまう、機密情報が漏洩してしまうと、あとはですね、システムが止まって仕事ができなくなる、その結果、風評被害、レピュテーションで、そういったリスクが発生するといったものが、総じてサイバーセキュリティリスクというふうに呼んでおります。特にですね、外部からのサイバー攻撃に関しては日々ですね、進化しておりまして、毎日のように新しい脅威が発生してきます。で、我々の働いている環境、生活スタイルもデジタルに依存していて、どんどん新しいアプリケーションとかが出てくると思うんですが、その新しいアプリケーションが出れば出るほど脅威も増えてくると、そういうような時代になっております。なるほど。外部からの脅威と言いますと、かなり、なんですかね、幅広い対象になってくるかなと思うんですけれども、実際そこで、外部からの脅威が来た後って、どのような形に、企業としてであったりとか、影響は出てくるのでしょうか。その外部からの脅威が発生すると、後からですね、データが暗号化されて、システムが止まってしまうことで気づいてしまう。そういったこともありますし、その暗号化されて気づいた後にですね、実は情報も持っていかれたっていうことも発生しまして、一回の攻撃でシステムも止まるし、情報も抜かれてしまう。そういったものが今、目立ってきております。ありがとうございます。システムも止まって情報も抜かれるとなると、相当被害が大きいなと思ったりします。非常になんかインパクト大きいなというふうに思いました。システムがもう止まってしまって、そこは情報も抜かれると、そこもセットみたいなイメージになるんでしょうか。はい。攻撃をする人は金銭目的の人たちもいます。金銭を目的に、被害企業を揺さぶりをかけるような形なんですね。揺さぶりのかけ方も二重三重になってきて、昔はですね、暗号化して解除したかったら身の代金払ってくれっていう、もう一回一つの攻撃だったんですが、そこから情報も盗んだぞ、これをリークしちゃうぞっていう話をして、二重三重で脅しをかけていく、そういったものが最近の攻撃として目立ってきています。
なるほど、はい。過去よりも、その脅しの度合いがさらに増してるといったところなのかなと思いました。最近特に、まあ、サイバーセキュリティのリスクが多様化してきているということだと思うんですけれども、その中でも特に、昨今頻発しているようなものがあれば教えていただけますか？一番特徴的だったのが、コロナ禍になってサイバー攻撃が増えたっていうことなんですね。まあ、どういうことかと言いますと、コロナ禍になりまして、皆さんがリモートで働いたり、学校に通ったりしてですね、かなりそのインターネットに依存して、仕事や生活、まあ学校生活なども、進めるようになりますと、例えば、その学生とか働いている人に対して、不審なメールを送ったりとか、あとはそのリモートで VPN などを使って働いている方もいますけど、その VPN のセキュリティホール、いわゆる脆弱性を狙って外部から攻撃をされたりといったところが非常に目立っています。これはですね、コロナ禍が始まって2年後の今でもかなり増えているような状況ですので、引き続き注意が必要になってきています。コロナでそういう影響が出ているとは、意外ですね。すね、特に、顕著な例としまして、突貫工事で、その2020年の3月、4月ぐらいに、VPN をこう、増やしてですね、その機会を増やして、なんとかこう、リモートワークに対応した企業が多かったと思うんですけど、その VPN の装置が、ずっとその状態になったまま、セキュリティのアップデートをしてないために、セキュリティホールが、疲れてしまって、先ほどのランサムウェアの攻撃であるとか、情報の流出っていったものが、発生している事件がいくつか確認されています。確かにコロナ発生した当初ってもうそれどころじゃなかったと思うので、なんか本当突貫工事まさしくバタバタとしていて、ちょっとセキュリティ面とかっていうのは多分そこまで考えられないまま構築されたのが今も残ってるというところが問題ということですかね。他にも今まで請求書とかっていうものは紙で送られてきたケースが多かったと思うんですよね。それがメールで送られてくるようになって、その請求書が実は偽物だったら、その振込先口座が違うものに書き換えられてたらっていう事件も実は起こってます。ですので、すべてのこうビジネスがオンラインになったことで、今までとはちょっと違った攻撃っていうのも確認できていますね。オンラインになることで、本当まあ紙からデジタルに変わって、それに伴って、まあ不正であったりとか、そういう、まあリスクも高まってるということなんですね。そうですね。今後も高まってくると思います。なるほど。わかりました。今お話ししたサイバーセキュリティリスクに対する PWC のサービス内容や詳細についてはリンク先をご参照ください。 PWC では従来の通報受付ツールを超えて、ためらいながら内部告発がなされる組織風土から気兼ねのない意見提供や相談をしやすい仕組み、社風への変革を促すクラウド型内部通報デジタルツールを提供しております。PWC ビジネスアシュアランス合同会社の提供する内部通報プラットフォームでは、 PC、スマートフォン、タブレットとあらゆるデバイスから通報の受付や対応が可能。通報受付担当者の管理用画面では通報が一覧表示されるため、個々の進捗状況を一元的に管理することができます。匿名性を保持したまま通報者とチャット形式でコミュニケーションを取ることができ、多言語に対応しているため海外拠点のリスク情報をダッシュボードに集約することが可能です。詳しい資料は内部通報プラットフォームのページから資料請求をお願いいたします。